キャリアをスタートしたブラジルから持ち帰った一つの言葉でした。ボアソーチ、ポルトガル語です。グッドラックって言うんです。幸運を僕はずっとこういうふうに書いてますので、人生の中でもボアソーチって言葉をみんなにかけるんで、僕大好きな言葉です。皆さんにボアソーチとグッドラックと、この言葉を胸にキングカズは鈴鹿とともに今週末 JFL の開幕を迎えます。こちらが実際に三浦知良選手に書いていただいた色紙、ボアソルチ、J リーグができる前ですよね、ブラジルに渡った三浦知良選手が試合前に必ずこういった言葉を掛け合っていて、今でも人生の中で大切にしているということだったんですけども、柳田さんいかがですか。努力をし続